ヒューガ小次郎。ヒューガ小次郎は、高橋洋一の漫画、キャプテン翼に登場する架空のサッカー選手。主人公、大空翼のライバル的存在。血液型は、O 型。ポジションは、FW、埼玉県の名和市出身で、小学4年時に、トラック運転手の父を、交通事故、昭和版のアニメでは、小さな鉄工所の社長。死因は、 仕事による過労で亡くした母子家庭の四人兄弟の長子。常に翼たちの前に立ちはだかってきた努力型の天才ストライカー。そのパワー、闘志溢れるプレイや必殺技から猛子と呼ばれる。父の死後、小学生のうちから新聞配達、屋台の手伝いなどのアルバイトに精を出し、家計を助けるためにプロを目指す。そのハングリー精神が、 日向の強さと人気につながった。自他ともに厳しい人物で甘さがある人間に対しては容赦がない。チームではカリスマ的な存在であり、信頼も厚かった。小学生から中学生の間は沢田武史や若島津健はずっと彼のことをキャプテンと呼んでいた。また、実力を重視する考えから当時賞賛で名は FC。 募集は小4からで入団テストに合格しないと、加入できないに加入できなかった、沢田の実力に目をつけ、特例で沢田にチームへの加入を認めるなど、先進的で大人びている面を見せる。5年生の時点で6年生部員全員が日向に勝てない状態であった。また、チーム全体の力をしっかり把握し、冷静に分析する一面もある。短期で口が悪く、 不愛で硬派なので、とっつきにくいイメージがあるが、小学生時代は元気で明るい一面を見せること、もった。その豪快な突破力と強力なシュートで、幾度も全日本のピンチを救ってきた日本最強のエースストライカーである。ユニフォームの袖を肩までまくっているのが特徴。主に苗字で呼ばれているが、三崎太郎とキラと両親からは、小次郎と呼び捨てで呼ばれ、 女性ファンからは、コジコジと呼ばれている。ここの一匹狼的存在。ストライカーでありながら、近年は、アシストやおとりとなる動きなど、チーム第一のプレイもできるようになった。コーラが好物で、スポーツ選手らしくない面もある。主な、背番号は9番。クラブチーム、ユベントスやフル代表では、1プラス8の背番号を使用している。 レッジアーナでは78番、虎に由来する7と8を使用している。また、名和から、東方学園時代は10番を使用していた、中学1年生の時のみ17番。9番は全日本ジュニアユースに選ばれて、以降の背番号で、国際ジュニアユースでの活躍を機に、ストライカーナンバー9を背負い、世界のエースストライカーを目指すと決意した。名和小学校。 名は FC 東京都市立東方学園中等部、テレビ平成版では、東方学園中学校サッカー部、東方学園高等部、テレビ平成版では、東方学園高等学校サッカー部、イタリアユベントスレッジアーナ。オリンピックの日本代表に選抜。明確な告白シーンはないものの、赤峰とは恋人同士の関係になったようである。日向と赤峰の恋仲について、 藤沢と青葉からは、石崎の彼女と同じくらいの衝撃とことれている。パワーを活かした技が多い。名称は全て作中の実況によるフレーズより、E では、東方学園高等部に入学、冬の高校サッカー全国大会で、南区高校所属の三崎と、ジャパンカップで、サンパウロに在籍していた翼と対決。E では、若島図と共に、メキシコに渡り、 メキシコシティに入団し、モンテレイに所属しているカペロマンと対決。その後全日本に合流するが、突如現れたドイツ GK のミューラーにネオタイーショットをあっさりと止められ、戦意を喪失、ユニバーサルユースアジア予選開始直後に突如姿を消してしまう。その後、本戦のイタリア戦で足を負傷して退場してしまった翼の代わりに後半とで全日本メンバーに復帰。 その際に、ライトニングタイガーを身につけ、ヘルナンデスやミューラーを圧倒した。4では、サッカーグランプリ編や、ワールドクラブカップ編で、ブラジル、サンパウロに在籍している翼と、プロとして初対決。ジャイロカップ編では、プロ生命をかけ、ドラゴンタイガーを編み出す。新全大会編エンディングでは、翼と共に、イタリアへ渡ることを決意した。V、では、 セリエへ渡った翼を追って若島図と共に、ユベントスへ移籍した。若島図が、スタメン入りしている一方でベンチ入りすらさせてもらえず、苦悩する。その後、サンスに、若島図との特訓でスタメン入りを果たす。対レッチェ戦で翼と再戦した際は、レギュラー獲得に焦るあまり、スタンドプレーに走ってしまうが、若島図の説得で自分を取り戻す。だが、 タイパルマ戦で死に降りに実力の違いを見せつけられ、極度のスランプに陥ってしまう。ワールドトーナメント序盤では全く戦力にならない状態が続いていたが、その後、翼がブーストサイクロンを編み出したことに刺激を受け、スランプを脱出した。審議、ファイナルタイガーも編み出す。東方学園高等部、E、メキシコシティ、E、4ユベントス、V、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。